教育現場の I. C. T. 活用と。先生の働き方改革を応援するティーチャーシフト。今週は福岡教育大学大学院の中西和雄先生をゲストにお招きしています。中西先生、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。中西先生はアップルが認定する教員 A. D. E. でいらっしゃるそうですが。中学校教員時代。 どのように ICT を活用してきたのか教えてください今からですね、大体8年、9年前ぐらいに iPad に初めて出会ったんですけども、ね、それに出会う以前に、とにかく子どもたちの考えをクラス全体で共有したいな、これがもう授業でやりたいなっていうのがすごくあって、僕、担当理科なんですけども。 やっぱりその理科っていうと実験観察で単にその結果とか知識だけじゃなくてその実験中の子供らが考えてることってすごく面白いんですね。この部分をクラスでどうやったら共有できるかなと思って当時 iPad 出会うまでは首からデジカメぶら下げてデジカメですか子供らの手元とかプリント写真撮って、うん、パソコンとか走っていってパソコンアップロードしてスクリーンに映して共有するっていうのをやってたんですけど iPad、うん、に出会った時にこれがあったらもうやりたいこと全部できるじゃないかと思って 子供たちに配って自分の考えどんどん取って遅れとレアドロップしまくってみんなで映しまくって共有しまくるっていうのをとにかくやり出しましたでもそこからはひたすらもう子供たちにアウトプットさせるプレゼンはするコマ撮り動画作るムービー作ろうって言ってとにかくもう子供らが自分の考えなりイメージしたものを外に出すっていう授業で活用は進めてきましたそれまでもデジカメを使ってやられてた部分と iPad が入って子供たちの様子としてなんか変わった部分ってどういうところですか 一番はデジカメだと結局僕が取ってアップするんですね。はい、そこに子供らの意思が入らなくて、子供たちの手元に iPad があると自分の意思で上げてくるので、僕が気づかなかった子供らの面白い考えとかがどんどん出てくる。で、アップする前に子供らが一工夫入れることもできるし、うんうん、もうそこのバリエーションの幅っていうのは全然違いますね。どういう工夫とかっていうのがありましたかちょっと実験の中で 他の人に伝わりにくい映像とかを共有した時に他の子らからこれわからないよっていうツッコミが入るんですね<ー>もう入った途端に悔しいからちょっと注釈書き込んで写真に送る, <laughs> なるほどもうそこの上乗せ上乗せ上乗せが起きるのでほっといても勝手に深まっていくっていうのをすごく実感できました。結構早い段階で 一一人1台っていうう環境でででお仕事できたっていいところなんですかいや、これがですね、恥ずかしながら、全く端末が入ってない学校というか、市、ま、町、あ、にいたので、はい、悔しいので、自分で iPad 買ったんですねあ。ご自身で買われたんですか、ねまあ、買ったでも、とりあえず理科室で一人一台やりたい、理科室で授業してたので、なので、とりあえず40代あったらなんとかなると思って、うん、個人で研究費かき集めて、<おー> <laughs> iPad 買って、導入してっていうのをやってました。 逆に言えばそれを最初先行してやられた後で学校でも導入されるようになった感じですか結局導入されたの,あのコロナの時に入ってきたのは残念ながらクロムブックだったんですけどはいはいはい、はい、だからそこで iPad とクロムブック併用しながら使ったり、うん、で次行ったところは Windows だったので Windows にちょっと iPad からみたいな形で活用してましたそうで,す、ね、でも理科の活用っていうことであればそれこそデジカメ1台でやられてた時代もあったわけなので、はい、やっぱり ICT があるっていうだけでかなり幅が広がったわけですね また現在は、大学教員として教員養成に取り組まれているということですが、その中では ICT、どんなふうに活用されているんでしょうか僕自身は、授業でも出そうですし、実習の指導を回らせていただく時もそうですし、ゼミの研究活動もすべての面で活用してますし、それを見て、院生もできるだけ常に活用しよう、普段からとにかく活用、どんどんしていこうっていう形で進めてます。 特に授業は BYOD なんですけども各自の院生が端末を持ち込みつつちょっとこれはもう僕のオリジナルで先ほど紹介した自分で買い集めた iPad をさらに配って2台の状態で授業をやろうぜっていう形をやってもらってますで大学の授業もアウトプットであったりディスカッションするときに iPad 使うなり個人の端末を使うなりして最終の成果物をムービーで出してもらったりっていう活用はしてます そのコミュニケーションのツールとして使ってるのかそれとも理科の実験とはやっぱり違うと思うんですけどもどんんな使い方されてるんでしょうか今担当してるのは全然理科じゃなくて、うん、ICT 活用とか最近やった授業だと未来を作る教師の力量っていう大学院ならではの授業があって、はい、要は未来の教育って何だろう自分たちはそれで何ができるだろう、うん、っていう学びの中で陰性がだいたい50人ぐらい同時にやりますのでオンライン上でコミュニケーションディスカッションさせたり。 面白かったのは最初の成果物を10年後の教育のビジョンと、うん、それに対する自分のアプローチを動画で出してねっていうのを課題で出したらなかなか院生たち苦しんでたんですけど <laughs> 最初 iPad のライブビデオを使って自分が喋りながらこんな未来を描いてるよっていう成果物なんかも出してくれました。結構学部の 教員育成になると家庭がガチガチで、はい、がんじがらめになっちゃうと思うんですけどやっぱ大学院だと違う感じなんでしょうかある意味自由な中でやらせていただいてるっていうのがあるのでおっしゃる通りガチガチな頭で実は学部から上がってくる院生さんがほとんどなので、うん、すかさず4月の頭にひっくり返だろうと今までの学びまず捨てて。 新しい学びやろうぜ俺が授業でやってみるから、うん、君たちもこういうの作っていこうっていうのをとにかく心がけてますびっくりしますよねびっくりしてますね <laughs> なんだこれはっていう形で <laughs> それこそ今の院生さんたちですとまだコロナの時は大学生で過ごしてた世代とかだから、はい、自分たちは普通にアナログで授業を受けてきていた世代がほとんどってことですかね中高高校でギリギリ端末が入りつつあって大学はもうほぼオンライン授業っていう 世代になるので、ちょうど過渡期の過渡期の子達なんですけど、うん、去年からまだ1年しか陰性接してないんですけど。はい びっくりすするぐらいい頭が硬です<あ>やっぱり旧時代的な授業のイメージしか本当にないなっていうのがなるほど自分たちではやっぱり普通にスマホとかは当然使ってる世代だと思うんですけどもそれを授業で使おうっていう頭にはなってないってことですねやっぱりスマホ iPad は遊びで使うものプライベートで使うものって、うん、割り切ってしまってる部分がすごくあるのでそこは変えていかないと逆にそれをひっくり返すために年初にやることってどんなことをされるんですかもうあの授業の中で常に使ってもらいますなるほど、はい、なければならない状態にまずするってこと でも陰性生活の中でも使ってもらいますゼミのやり取りもそうですし授業もそうですね実習詐欺にも持っていく常にプライベートでも使うっていう形ですね小高井先生同じような感じですか実際ガガチガチですよね、うん ICT の授業に関わるところって家庭の中では本当に数時間ぐらいしかやってなくてむしろやるなっていう先生だと中にはきっといるんだろうなとは思うんですけどそこからやっぱりそのまま現場行っちゃう人と先生の授業を受けた人ってマインドが違うんだろうなと思ってたところですね。うんうんうん 自分たちの経験とこれから教員になってやることっていうのが分かれてくるっていう部分では難しい世代なのかなと思うんですけども、そんな過渡期に ICT がない時代に学生時代を過ごしてきた学生に向けて、もしくは現在、まあ、先生になってる方も多いと思うんですけども、何かこういうメッセージありましたらお願いいたします。ちょうど僕自身が今ちょっと面白い研究を進めてまして、 この番組の今までたくさん登場されている AD の先生方、はい、おられると思うんですけどあの AD の先生方に実は4月からずっと調査をさせていただいてて<お>先端的な ICT 活用の実践者に共通するものって一体何かなっていうのを今ちょっと分析してて途中なんですけどもいくつか全ての先生方っていうぐらい共通する項目があって。 普段から授業でやりたいことを ICT を活用して実現する方法を考え続けてる。<ー>常に ICT が絡んでくるんですね。うん、とか、授業でやりたいことを児童生徒の ICT にまず当てはめる。で、もう一つが学生時代の授業から脱却してるっていう。やっぱりそこに行き着くんですね。そうなんですよ。なので、とにかくまずやりたいことっていうのは現場の先生方にあると思うんですね。うん、これが ICT の経験があろうがなかろうが。 で、それをぜひやってみてほしいと思うんですよ。で、今の ICT の環境であれば、できちゃうと思うんですね。AD の先生方って多分やりたいことをできる、できないじゃなくて、やっちゃってる人たちだと思うんですよ。<laughs> そこを恐れずに。<laughs> っていうそのチャレンジマインドというか、まずはやってみる。それを ICT で支えてみる。っていうチャレンジをどんどん皆さんやってみてほしいな。多分それやってる先生って楽しそうに見えると思うんですよ。はい、楽しそうに見えたら子供ら絶対やりたがるんですよ。 そこからやっぱり授業って変わっていくのかなっていう思いは少しあります特に今学生でこれから先生になろうっていう学生さんってある意味ちょっと保守的な部分があるのかなっていう感じがするんですけども、はい、逆にそこのマインドを変える上でまず第一歩ここやったらいいんじゃないかなっていう部分ってありますかまずですね神でもできるっていう発想が結構あるんですね。はい、神でもできるのになぜわざわざ ICT でやるんだっていう意見があるんですけど どっちでもできるなら ICT でやろうよ、これからの時代なんだから、変えられるところからどんどん変えていく、いわゆるサマーモデルで言われる代替であったり、拡張の部分からまず取り組んで、そこから新しい使い方っていうのを生み出していけばいいし、おそらく子どもたちの方が気づくと思うんですね、そうやって先生がいろんな場面で ICT 使おうとしてたら、いや、これもっと使ったら他と喋れます出てくると思うんで、まずはそこ、実習のうちに経験してほしいなっていうのはあります。 アントレプレナーシップ豊かな AD の先生たちとなんかすごい親和性高いなってものがアート思考っていうんですかねいや本当にやりたいものを実装するその思考パターンとかをなんか今すごくしっかりと教えていただいたようなんですけど今後は AD の先生をそのメンタリティとか考え方シンキングを広めていくっていったようなこととかって何か研究上想定されてることあるんですか 先ほどその分析途中って言ったやつですけども、うんはい、実際に尺度として開発しようかなと今思ってて、うん、実際に現場の先生が尺度に回答したら現在の ADE 度何パーセントみたいな <laughs> 値が出てきてじゃあ自分にできない項目ってどの因子なのかな、うん、どの部分なのかなっていうのを先生方に還元してその部分を研修とかで高めていただくってするとどん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 先端的な活用に近づいていくかなとうう考えてます。うんうん あの文科省なんかだと、それこそあのワープロ使っているだとか <laughs>、はい、そんな尺度しかなくて、はい、はい、いや、そっちは活用度とかじゃないんじゃないのっていうふうに思って,てす、ね、おっしゃる通りです、おっしゃる通りです。うん、チェックリストあるんですけどね、うん、あのチェックリストの具体的にじゃあ何ができたら、その資質がつくのかっていう部分が示されてないので、その部分を補えればなと思ってますはいいありがとうございます。 ギガスクールが広まって今後やっぱり新しい先生たちがこういう学べる場っていうところに中西先生のような先生がいるっていうことはすごく心強いなと感じましたはいといったところでそろそろお時間になってしまいましたティーチャーズシフト新しい学びと先生の働き方改革今週は福岡教育大学大学院の中西和夫先生にお越しいただきました中西先生とても興味深いお話ありがとうございましたありがとうございました ドクター小坂井のキャリア塾皆さんこんにちは小坂井です第32回目は職場でのモチベーションマネジメントというお話です皆さんの職場では上司の方はモチベーションを上げてくれるようなマネジメントされてるでしょうか モチベーションを上げるというのはですね、リーダーシップっていうのがとても大事になってくるんですけれども、もちろん部下の方からのフォロワーシップというのも大事になってきます。この相互作用でですね、モチベーションが上がる職場作りっていうのができればいいんですけれども、日本の職場はどうしてもモチベーションをマネジメントするといったような感性がすごく少ないです。特に教員の場合についてはですね、就業機会、雇用機会はあるんですけれども、パワハラー職場とは言わないけれども、なかなか昔きの職場もあろうかと思います。 モチベーションマネジメントというのは職場に安全っていうのは心理的安全性というやつで上司は誰にでも考えを伝えられる雰囲気というのを職場に文化として作り上げないといけません。 安定というのは収入面が主だったところなんですけれども、ちゃんと働く時間にそうするですね、収入といったものを得られるかどうか、その収入面ですね、妥当性ってとても大事になると思います。これは効率なんかだといいかもしれませんけれども、それだけじゃもちろんありません。最後は安心です。これは将来の見通しといったものがちゃんとつく職場になっているのか。 もちろん先生って一回ですねなってしまえば自分からやめなけいいればですね続けられるかもしれないんですけれども時代がよく変わってしまって本当にスキル要件が変わってきてしまったりなんかすると何もしなかった自分がポツンと置かれるようなことだってあるわけですね。だから職場というのは本来ですねちゃんと学ぶ時間っていったものを確保して人が成長できる仕組みを実装されてなければいけません。 で、これはもちろん個人の努力でどうにもならないこともあるので、それこそ私立だと経営の責任ですし、公立の学校だと行政だとか、あるいは管理職の人たちが、きちんとですね、自分たちの職場をモチベーションマネジメントという側面から管理していかなければいけません。このモチベーションマネジメントというのは、最終的にはその従業員エンゲージメントといって、人のやる気だとか、仕事にの執着心といったようなものに大きく関わります。 特に学校では先生のエンゲージメントが高めなければ教育といったようなものに関わるですね情熱だとか将来の子どもたちにどのような教育をし今自分がどんなスキルを身につけなければいけないかってやる気につながりません。 そんな中で危機感だけあおってあんたらち古いよと言ってももちろん ICT なんかでも ICT のスキルがなくてですね不安に思っている人たちが罵られるだけでどんどん小さくなってって結局は進まないなんていうこともありえるかもしれません。いかにこのモチベーションマネジメントが大事かとっいったようなところを経営だとか行政の人たちはですね本当にしっかり考えていただきたいものです。それではまた ティーチャーズシフトは毎週月曜日の夜に配信しています。YouTube のチャンネル登録をして、来週もまたお聞きください。 内田校は人とデータに価値を見いだし最先端の ICT で学びの場や働く場を支えシステムとデータの連携で人の成長に寄り添っています。よよりり良良いい環境、未来 ICT と環境の構築で情報の価値化と知の競争をデザインする内田洋講です。